南三陸町のワイナリーで行われている職業体験インターンシップが大学生の人気を集めています。若者たちを受け入れるワイナリー代表の男性の思いを取材しました。今日から5日間インターンシップ開催しますのでよろしくお願いします。志津川湾を望む南三陸ワイナリー。3年前から大学生のインターンシップを受け入れています。今回参加したのは岩手県や長野県などから訪れた大学生7人です。このインターンで学びたいことは、南三陸ワイナリーさんが地域の中でどういう役割を果たしているのか、どういうふうに地域の中に馴染んでいたのかというようなことも知りたいなと思います。商品開発とかラベルのデザインとか広報活動とかが個人的にはすごく気になってます。ワイナリーの代表を務める佐々木道彦さん。佐々木さんがワイナリーに関わるきっかけになったのが東日本大震災です。静岡県の楽器メーカーに勤めていた佐々木さんはボランティアで何度も被災地に足を運びました。その中で感じたのは復興が進んでも町の活気は戻らないということでした。瓦礫はなくなってきれいにはなっていくんですけども、人とか賑わいは全然戻っていないんですよね。そうした時にやっぱり新しいことを何か始めていかないといけないということをすごい感じて、佐々木さんはさらに復興に貢献したいと楽器メーカーを辞めて宮城に移住。ワイングラスなどを作る会社で働いている時にワインの魅力に気づきます。いろんなグラスを作っててびっくりしたのが、ワイングラスだけ必ずペアで買われるんですよ。必ずペアで誰かとお食事を楽しみながら、あるいは会話を楽しみながら楽しむお酒っていうことを強く感じて、食と人、人と人、人と地域のつながりを作り続けることで南三陸町に新しいにぎわいを作りたいっていう思いでこのワイナリーを2019年の2月に設立しました。佐々木さんの話を聞いた後、学生たちはワイナリーのレストランで提供される羊を飼育する牧場へ向かいました。さあ何でしょう、これ海苔ですね。わかめとか混ぜると、まあ、以前より食いつきがいいとか、そういったことはあるんですか。この牧場の羊は地元産のわかめや海苔などを餌にしているため、羊特有の臭みがないのが特徴です。持ってかれる。この牧場を経営する金藤克也さんも震災後南三陸町に移り住んできました。今では互いに力を合わせ地域で頑張っています。ワイナリーが単独でやってるんではなくて、皆さんの南三陸のいろんな方々と一緒にこう南三陸を盛り上げようとしているということを知ってもらいたいなというふうに思っています。インターンシップ2日目、この日はワインの仕込みを学びます。最初の工程はブドウの実を枝から取り外す作業です。3トンのブドウを次々に機械に投入していきます。ワイナリーならではのちょっとしたご褒美も。今まで全くなくて、見学とかもなかなかしたことがなかったので、初めて中を見て作業を手伝わせてもらってとても興奮していますね。おかえりなさい。県外出身の学生たちは期間中地元の宿泊施設に滞在しています。乾杯。夜には
ワインを片手に震災についても語り合いました。町の作り自体が変わったんだなっていうのがなんか感じましたね。もう家を建てないっていうか、そういうのを感じた。福島沿岸部物々しい、物々しいよね、すごかった。除染した土とか運んでるトラックが永遠に高速道路に並んでたりすると、まずそのトラックいるんですね。最終日は山形県上山市にある南三陸ワイナリーのブドウ畑で草むしりとブドウの摘み取りです。日差しの強い中、長時間の作業で体力もいりますが、ワインが出荷される日を思い丁寧に摘み取っていきます。あ、あ、取れた、落ちちゃった。楽しい。プログラムを終えた学生たち、この5日間でさまざまなことを学べたと話します。いろんな飲食店さんに夕飯でお邪魔していく中で、結構ワイナリーさんの商品を置いていたりだとか、その佐々木さんのお話をその店員さんにしていただいたりだとか、佐々木さんとの地域の関わり方っていうのをとても学ぶことができたなというふうに思います。こうして地方で地域で働く人の姿をたくさん見て、仕事にしても住むにしてもすごく田舎に住むのもいいのかなって考えがガラッと変わりました。佐々木さんは学生たちの変化を見て、こうした体験がいつか南三陸町の復興にもつながるのではないかと期待しています。いろんな選択肢の一つとして、この地方で、まあ、その生産者と一緒にこうにぎわいを作るっていう、そういうような楽しみもあるんだなということを知ってもらえればと思いますし、もしかしたら将来そういった地域を盛り上げるような活動に取り組む人が何か出てくれれば嬉しいなというふうに思ってます。